岩手中部水道企業団は、岩手県北上市、花巻市及び市和町の水道事業を展開する一部事務、組合である、地方公営企業法が適用されている。人口減少等に伴う給水収益の低迷などが続く中、経営基盤、技術基盤の強化と安定した経営を行うため、3市町それぞれの事業を統合し、2014年4月1日に、 発足した。事務所は岩手、花巻空港に近接している。北上市五人、花巻市五人、市和町二人企業庁、副企業庁、局長以下各課が設置されている。当企業団は、平成28年度有料地方、公営企業総務大臣表彰を、松江市上下水道局、甘崎市都市整備局とともに受賞している。しかしながら、各経営指標を見ると、 給水収益に対する企業債利息の割合10.0%、給水収益に対する建設改良のための企業債、償還元金の割合39.6%など、収益の多くが企業債返済に充てられている。他、給水収益に対する減価償却費の割合54.8%、1ヶ月20立方メートルあたり家庭用料金3942円と、 高く健全経営であるとは言い難い。2017年6月、陶企業団東和事業所長が水道施設の電気設備点検業務の指名競争入札に関して指名業者と設計価格を業者の元社員に教え落札させた疑いで同年8月16日に同所長と元社員が逮捕され翌17日に身柄を森岡地検に送られた。 ありがとうございます。